お久しぶりです。一緒に仕事してたゆうすけです。ほんまかい？え、ほんまに肩に大島優子の入れ墨入れてる？嘘でしょ、ほんまにゆうすけな？絶対嘘。え、けどなんかこのアイコンが現場のアイコンやねんな。ほんまにゆうすけな？なんか証明できること言ってよ。じゃあ俺が初めて現場持ったが現場の名前覚えてる？じゃあ俺が、あ、今日ゆうすけあの時入ってなかったかも。いや入ってたはず。俺が一番最初に現場やったとこ覚えてる？それが合ってたら本物やと認めろ。横井さん知ってる。ああ、その名前出すん、それは覚えてない。え、じゃあ GO の現場で一番印象に残ってる現場じゃあ言ってください。それで信用するわ。僕の現場覚えてないですけど、谷やん。あー、まあ本物やな。じゃあ本物やな。本物や。なんで俺のことどうやってたどり着いたん俺に。懐かしいな。何歳になったんゆうすけ。29。うわやば、感動やな。え、ゆうすけとの面白いエピソードじゃあ喋ったのか。え、ゆうすけがうちの会社飛んだ時に俺とゴーで詰めに行ってた、追いかけてた。うちの会社飛んで親方から見つけてこいって言ってずっと俺追い回してたよ、ゆうすけのこと。富の世界はね、飛んだらねいつまでも追いかけられるから怖いよ。で場所突き止めたら家の窓から飛んで逃げたよ。覚えてるで、窓から飛び降りて2階ぐらいの高さから飛び降りたら確か。あ、1階か。あれで結構現場の仕事ってマジでしんどいんすよ。荷物材料も重たいしクソ働かされるから、特にペーペー坊主って言って何も仕事を知らない、例えば18歳とかで入ってきた子のこと坊主って言うんやけど、その坊主の子らはもう材料持って走ることしかさせてもらえへんから、しんどすぎて1日で飛んだりするんですよ、ほんまに。いや理不尽な仕事じゃないよ、俺飛び合ってる人はみんな尊敬してるよ本当に。だって、まあ、確かにアホでもできる仕事って言われたらアホでもできる仕事かもしれんけど、それはずっと例えば作業員のままでずっと材料運びのやつはアホでもできるかもしれんけど、例えば自分で現場持ったりして図面見て材料取ったり、その材料発注したり、そういう風にする人たちってマジですごいんですよ本当に。ただ職人がいなかったら家もね、こういう今が俺が住んでるところとかもねできてない。大工さんがいなかったら無理やし、そういう人たちをなんかけなしてる人たちを見ると俺は腹立つな。髪の毛金髪で学歴もなくてチャランポランしてるような奴らが仕事してたらそれはねムカつくと思うけど、別にけなさんでもいいよねってなる俺は。うわ底辺の仕事やとかさ言わんでもええやん思ってても、っていう感じに俺は思う。